可愛げ。僕は自分より若い人に何かをお願いすることがほとんどない。年下からはお願いされる立場になる。もちろん飯もおごるし面倒も見る。お願いが貸し借りだとしたら貸しは作る。借りはなるべく作らない。返してほしいとも思わない。金あるやつは金を出せ、金ないやつは知恵を出せ、知恵がなければ元気を出せ、元気がなければ声を出せ。これは昔言われた大事な言葉だから、僕の方が金を持っていれば僕が出す。その代わり同じことをお前たちの下の連中にもやってやれと言う。ピンチの時に助けてくれる仲間が必ず集まる。自分はそうされてきた。それは次の世代に渡すバトンだ。でも年上には甘えることがある。その年上の人じゃなければ不可能な専門的なことや自分に全くコネクションがないことを学んだり使わせてもらったりするときなど大いに甘える。